U23 日本代表は UAE に勝利。決勝トーナメント進出も決定。次戦は韓国戦。皆さんこんにちは、民坂ニュースです。日本時間4月20日0時30分より行われた U23 アジアカップ日本対 UAE 戦ですが、 U23 日本代表が UAE を下し、見事決勝トーナメント進出を決めました。今回はこちらの試合について見ていきたいと思います。記事は中日スポーツから。16日の中国戦から先発7人を変更した日本が UAE に快勝。1次リーグ2勝0敗の勝ち点6とし、第3戦を待たずに決勝トーナメント進出を決めた。前半27分にディフェンダー木村誠二、トスのヘディングシュートで先制。終始試合を優位に進め、後半にも追加点を奪った。同日に先に行われた試合で韓国が中国に 2-0 で勝利し、勝ち点を6にしたため、同6とした日本の決勝トーナメント進出が決まった。木村はミッドフィルダー山本理人、シントトロイデンのクロスに左サイドで待ち受け頭で合わせた。ボールは左ポストに当たってゴールラインを割り、先制弾となった。後半16分、ミッドフィルダー山本理人、シントトロイデンのシュートのこぼれ球をディフェンダー大畑歩、浦和が拾い、ゴールネットを揺らしたが、オンフィールドレビューの結果、戻りオフサイドと判定されノーゴールに。しかし5分後、大畑の左サイドからのクロスにミッドフィルダー川崎壮太、京都がニアで飛び込み2点目を決めた。終盤まで攻め続け、フォワード細谷真央、柏、ミッドフィルダー松木玖生、 FC 東京のシュートは惜しくも得点にはつながらず、そのまま終了の笛となった。韓国戦は22日、共に勝ち点6、得失点3のため、勝利すれば1位通過となる。引き分けた場合 PK 戦で順位を決める。準々決勝で対戦する A 組はカタールがすでに突破を決めており、インドネシア、ヨルダン、オーストラリアの順となっている。1次リーグは16チームが4組に分かれ、各組上位2チームが準々決勝に進出。3位までが本大会出場権を獲得し、4位はアフリカ・ギニアとのプレーオフに回る。このように報じています。この試合 U23 日本代表はほぼ危なげない試合運びで UAE に2対0で勝利。試合を見ているともう2点くらいは点を取れていてもおかしくない内容でした。この前の試合で韓国が中国に勝利し、日本と韓国が2勝で決勝トーナメント進出を決定。次戦の日本対韓国戦はグループ B1 位通過をかけての戦いとなります。では次にこの試合に対するネットの反応を見ていきましょう。韓国のでかいフォワードを抑えてグループ首位で突破を。3点差をつければ最終節引き分けでも1位だったことを考えればもったいない。さすがに11人いればこうなるという試合。ただ1位突破しないとカタールに負けて出場を逃す可能性もある。この試合内容で2点しか取れなかったのが残念だった。勝ったのは良いけど、正直この内容ならもう1点取ってほしかった。3点目決めれば韓国戦引き分けでもカタールとは避けれたろうに、もったいない。勝ったからいいけど、さすがにフリーでシュート外しすぎ。崩しは良いだけに次に期待。レベルが違いすぎて UAE の選手はショックだろうな。しかし5対0でもおかしくない試合。外しすぎ、3点差つけて勝たなかったことが次の結果に響かなきゃいいね。セットプレー A 代表より期待できるね。3点目欲しかった。カタールとはやりたくない。最後何回外すんだと。もっと点取れたね。でも退場者が出なくて何より。勝ちはしたが、ここまで外すとは。これだけメンバー入れ替えて質が落ちてないのは良かったと思う。ただ後半もう2点取れたと思うけど。あわよくばあと1点欲しかった。そしたら韓国と引き分けても首位通過だった。3点目が欲しかった。やはりあと1、2点取れたのではという声が多いようですね。次の試合は4月22日月曜日22時キックオフの韓国戦。この試合に勝つと準々決勝はグループ A の2位と対戦。可能性としてはインドネシア、ヨルダン、オーストラリアのいずれか。
そして敗れるとグループ B2 位通過となり、対戦相手は開催国で好調のカタールが相手。正直なところカタールとはあまり対戦したくないというのが本音でしょうか。3位以上でパリ五輪出場権獲得、4位は大陸間プレーオフとなるだけに、準々決勝での勝利は必須となります。今日の UAE 戦ではスタメンを7人入れ替えての勝利だったため、選手を休ませるという意味ではとても意味のある試合だったため、ぜひ次の韓国戦でも勝利してほしいと思います。ここまで動画をご視聴いただきありがとうございました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。もしよろしければチャンネル登録と高評価ボタンを押していただけると今後の動画制作の励みとなります。ぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。